ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。ホップでございます。お元気でしょうか。今日ご紹介する仕事はこちらでございます。レッドイングのエンジニアブーツのカスタムをしました。こちらのお客様は2回目の当店でカスタムとなっております。今回どうにしたかっていうと、ソールにもともとミットが革で厚くしてあったんですけど、前のカスタムの時に430をつけまして、ソールに。で、今回のあれはここが10センチ、こっからここまでございます。はい。で、ヒールをこうヒュニャッとこうね、こうキュッとしてくれということで、まあやってみました。こんな感じのカスタムですね。で、ここは90度にしてくれということで、90度になってますでしょうかね。こんな感じのカスタムで依頼をされたんですけども、やってみました。まあ、なるべくこうお客様の絵で描いてきてたんですけど、こういう感じでね、できたかなと思いながらやってみました。こんな感じです。こんなカスタムも受け付けておりますので、どうか一つよろしくお願いします。レッドイングエンジニアブーツのカスタムしたホップでした。またね。アフィーダーゼン、バイビー。